はい、皆様こんにちは。コミキ TV 八木でございます。本日は2023年度版おすすめブレスレットモデル5000をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回は夏場におすすめしたいブレスレットモデルを厳選して5本ご紹介していきたいと思います。ぜひとも最後までお楽しみください。こちらは2023年5月時点の当店販売価格を参考に作成しております。1本目にご紹介するのはパネライルミノール黒の L プリメロリファレンスパム00052。1999年から2003年までのわずか4年間のみ製造されていたルミノール黒の L プリメロ、こちらはロレックスデイトナにも搭載されていたゼニッシャの L プリメロをベースとしたキャリバー OP4 を搭載し、文字盤が逆パンダ仕様となっている人気モデルです。日本人の腕にも馴染みやすい 40mm のケースやブレスレットはサテン仕上げとポリッシュ仕上げが組み合わさった特徴的なデザインとなっています。現在パネライはリシュモングループ、ゼニスは LVMH という三大コングロマリットの競合となっているため、今後 L プリメロを搭載したパネライのモデルが出てくることは考えにくく、その希少性もおすすめのポイントです。500本限定ということもあり、市場での出回りが少なくなっておりますので、見つけたらすぐ手にしておくことをおすすめいたします。2本目にご紹介するのはショパールアルパインイーグルラージ、リファレンス 29-8600-3001。 2019年に誕生したショパールのラグジュアリースポーツウォッチアルパインイーグル、こちらはショパールの共同社長を務めるカール・フリードリッヒ・ショイフレが1980年に生み出したサンモリッツの時計を現代的に解釈し誕生したモデルとなっています。ガルバニック加工が施されたアレッジブルーカラーのダイヤルにはロジウム仕上げのローマ数字インデックスが配されており、光の加減や角度によって美しい表情を見せてくれます。ケース素材にはアルパインイーグルのために4年の歳月をかけて開発されたルーセントスティール A223 が使用され、鏡面仕上げとサテン仕上げを組み合わせることでラグジュアリースポーツモデルらしい上品さと高級感を演出しています。夏場にこの爽やかなブルーダイヤルを腕元で飾ってみるのはいかがでしょうか。補足ですが、ルーセントスティール A223 とは従来のステンレススチールに比べ 50% 高い硬度を誇るだけでなく、サージカルスチール、医療用に使用されているものに匹敵する高アレルギー性を備えています。3本目にご紹介するのはパルミジャーニフルリエトンダ PF オートマティック、リファレンス PFC804-1020001-100182。 2022年に発表された人気のラグジュアリースポーツモデルトンダ PF です。ブルガリの時計部門責任者でオクトフィニッシモの生みの親の一人でもあるグイド・テレーニ監修で誕生したトンダ PF、 手作業で施されたローレット加工のベゼルやバーリーコーンと呼ばれる凝脂装飾が施されたシルバー文字盤によって上品な仕上がりとなっています。新開発となる自社製自動巻きムーブメントキャリバー PF770 は60時間のパワーリザーブを備えており、シースルーバックからローズゴールド製のローターを鑑賞することが可能です。シンプルながらも上品な作りを堪能できるおすすめの1本です。4本目にご紹介するのはパテックフィリップアニュアルカレンダークロノグラフ、リファレンス 5905-1A-001。 パテックフィリップとしては珍しいステンレススチール素材のブレスレットを備え、流行のグリーンカラーをダイヤルに採用したことで話題となったモデルです。三連調のオリーブグリーンソレイユ文字盤は落ち着いた色目でありながら、光の加減や角度によって濃淡が楽しめる美しい質感となっています。シースルーバックからはデイリーユースに適したアニュアルカレンダーとフライバック機能付きクロノグラフを搭載した自動巻きムーブメントキャリバー CH28-520QA24H を十二分に鑑賞いただけます。上品で大人の印象を与えるこちらのモデルで夏の腕元を飾ってみてはいかがでしょうか。5本目にご紹介するのはロレックスデイトナリファレンス 116505A。 2014年に登場し、ケース、ブレスレット、文字盤と全体的に同系色でまとめられたデイトナです。バケットダイヤ×ロゼカラーの文字盤はラグジュアリー感満載な印象ではありますが、実際につけてみると
意外にも自然と腕元を飾ってくれます。2021年にリファレンス116505A のピンク文字盤がディスコンとなり、こちらのサンダスト文字盤へとマイナーチェンジされたのですが、2023年に刊行されたデイトナのモデルチェンジによりわずか2年余りでディスコンとなってしまいました。18金エバーローズゴールドの新型デイトナには現状バケットダイヤモンドの文字盤がラインナップされていないため、今後は楽しみなモデルの一つと言えるでしょう。夏の腕元に金無垢のデイトナ、ファッションのアクセントになるだけでなく大人の男性を演出するのに一役買ってくれる存在ではないでしょうか。まとめとなります。腕元が目立つこれからの季節、腕時計は一番のファッションアイテムと言っても過言ではありません。使い勝手の良さはさることながら、素材カラーにこだわってみるのも一向かと思います。ブレスレット仕様の時計は各ブランドごとにラインナップが豊富にございますので、どのモデルを選んだらいいか悩んでしまう方も少なくありません。当店には知識豊富なスタッフが常駐しており、デザイン、機能、予算などに合わせて的確にアドバイスさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。今回もこの動画がお気に入りの一本を見つける一助となれば幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。